チェルニー100番練習曲46番のレッスンを始めます。46番は右手が1オクターブ以上ある分散和音の練習です。特に一首をくぐらせるのが苦手な方が多いと思います。確実に安心して音を出すために、一首をくぐらせた後、次の音の鍵盤の上に指が来てから発音しましょう。次に音を出す鍵盤の上に指を置いてから音を出すようにしましょう。苦手な方は発音のタイミングがほんの少し早くなっています。そのため隣の鍵盤に少し触れていたり、上から鍵盤を弾いていないのでクリアな音になりません。少しのタイミングの違いでとても弾きやすくなります。それでは初めからゆっくり通します。